嫌われる勇気第3夜パート2居酒屋編、はい、第3夜パート2居酒屋でございます、はいはいはい、うん、横で今日第3夜の青年と鉄人の話し合いが終わりましたと、うんうんうん、ちょっとあのもう先にそうあれ居酒屋トークだったな、ちょっと飲み始めちゃいましたけども、うんうんうん、今日もまた、うん、鉄人と青年が厳しい話をしておりましたと、うんうん、やっぱりこの子供の問題はどうしてもやっぱりそのやっぱ親が先に生きてきて、なんかその横で頭のいい子たちがいい大学行った子たちがそのなんていうの、まあこれ古い考え方なんですかね、そのいやまだ私昭和40年代生まれで、うん、49年です、まあでもなんかそのバブルを知らない世代としてはなんかその、あ世代としてもやっぱりその大企業に入るとなんかいきなりもうボーナスとかボンってもらうのを横で見てるわけじゃないですか、だってやっぱりなんか、あそっちのルートの方が楽そうだから、子供たちにもなんかこっちのルートを生かしたくなるんですよね、いや僕が通ったその、まあでも、エフランギリギリ入るぐらいのルートじゃなくて、もうちょっとなんか勉強してた方がいいよって思うんですけど、まあ、それを否定するんですよ、それは子供の課題だ と、で一応それに従うわけじゃないんですけど、やっぱりまあ言うことは聞きませんよ子供、うちの子も行ったところで水は飲ませられないってやつですね、本当それで水を飲んでくれないんです、でもまあそれでいいんですかね、でもそれを聞くとさっきの体調 の、その、まあ、自分が思って、なのでさっき言おうとしてたことは、多分進路とかってそういうレベルには、まあ、口出しせずにいられるけど、引きこもりとかだったら言うだろうなって何か何とかしなきゃなって思うだろうなっていう、でもなんかテレビとかで見てても、なんかその引きこもりの子を無理やり連れてくとかっていう動画とかもいろいろあるじゃないですか、だから無理やり連れてくのは多分あんまり意味がないだろうなってって思ったりとか、じゃあどうしたらいいのかっていう答えはないんですけど、なんか引きこもりの例を見てると、なんかその一生懸命プログラムを作ってて、なんかこれが売れれば、このプログラムが売れれば僕は、IT 長者になれるんだ、みたいなのを僕見たことがあって、まあ、それってまさにその可能性の中で生きてるわけじゃないですか、まあ、でも実際にプログラミングをしてるかどうかですよね、で実際やってるらしいんですけど、そのプログラミングレベルは、まあ何て言うんだろう、全然戦えるレベルではないみたいなんですね、でも、引きこもってるいれば、その今までやってきた研究成果は比較されないから、僕はこれが売れれば、っていうところで生きてる、でもまあエンジニアは多いですけどね、そこがそういう人、そう、なんか小さい頃からプログラミングやってたみたいな、でもまあそれで飯が食えてればまあ別に、飯がなので、その引きこもり自体が本当にただベッドでこうぐうたらしてる、あゲームやってとか、ゲームやって、とかってなるとちょっとこう将来が不安じゃない、心配じゃないですか、そうですね、でもまあ確かに、でも今だと動画で飯も食ってきますもん、動画で飯も、ゲーム動画、だからそういう飯を食ってく、だ要は将来のことを考えてるかどうか、例えばまあ僕はこれでプログラミングで飯を食っていくんだと思って引きこもってずっとやってたら、多分二十歳ぐらいになった時には二十歳ぐらいから勉強した子には負けませんよ、なるほど、そこから就職するにしても僕こんなこと作ったことありますって言えば多分 IT 企業は雇うと思うんですよね、で今だとテレワークとかも OK だったりするんで、じゃあいいよ自宅でこう仕事依頼するか作ってみたいなっていうのもあるんで、そういう将来を見越してそのスキルも学んでるっていうのであれば、そんなに無駄はないかなっていう気はします。ただまあ多くの引きこもりはそこまで考えてないんじゃないかなとは思いますけどね。考えると何かしなきゃって思う気はするんですよ。将来不安でしょうがないじゃないですか。その答えは欲しいところですよね。ありました？いや違う。
他社の課題だと思う。他社の課題。これは僕の課題じゃなかったと思って。うん、ああ、自分の子じゃないからってことです。そう。まあ確かに他社の課題。なので、あ、まあそうですよね、他社の課題。ここでキリキリしてもしょうがないやって。しょうがない。まあ自分の子供だったら自分の課題。でもまあ結局親が先に死ぬわけじゃないですか。うん、うん、うん。僕が先に死ぬわけですよね、うんうん、だとまあもう残された君が何とかするしかないよっていう。そうだから何とかするしかないよっていうことを教えておく必要あるのかなっていう。あ、そうですね、うんうん、先に言っとくってことですね、うんうん、だから選択肢はこう無限にあってどれを選ぶかはもうあなた次第だと、うんうん、で引きこもりを想像してみてこう裸足になって、まあ、自分が30とか40とか50とかになった時にお父さんお母さんは死にますと先に、はい、先にそうした時にあなたの収入は一切ゼロになります。どうしますか。そうなんですよね。で引きこもるなら引きこもるでそれでも生きていける何かの手段を考えなきゃいけないわけじゃないですか、はい、引きこもって生きていける手段を考える。でそれを選ぶんだったらもうそれはあなたの課題ですっていうとこですよね。そうなんですよね、うん、その時にまあ、うちは女の子ちゃんなので、うんうん、あでも女の女性でも引きこもりの問題はあるか、うん、ありますよね。引きこもってたら結婚もできその女の子だと結婚すればなんとかなる的なところもあるじゃないですか。今そうあのそ、ね、どっか突然と思ったんですけど、まあ、引きこもってるとそう出会いそもそもないみたいな。そうか。でもそうなるとやっぱり水は飲ませられないしも、うんうん、やっぱ先にリスクヘッジのための説明はいりますね。説明はそういうことが起こるよと、うんうんうん、人生において、うん、でもあとどれを選ぶからはあなた次第だとっていうところじゃないですかね。すごく勉強してこういう大学出てこういう企業に勤めると収入がこれぐらいになってでもその収入すら今もうこのコロナ禍でね、うんうん、どうなるかちょっとまたそう、まあ、先のことは分からない。分かんなくなってきましたよね、うん。で就職すればもう安心かっていうとそうでもなかったりしますからね。そうなんですよね。そうそう、大きな企業もリストラにあったりするじゃないですか。平気で平気で切り捨て、まあ多分私と同年代ぐらいの銀行に入った人、うんうんうん、まあ多分結構大変だと思います、うん、この先銀行の仕事はなくなっていくって言いますからね。そうなんですよ、ね、かといってじゃあお前は安泰かって言われると別に僕も安泰ではないんですけど、他社の課題だった。他社の課題だった。まあ銀行員がどうなるかっていうのはまあ他社の課題。銀行員の人が考えるべき課題ですよね。常識のアンチテーゼ。うん、まあこのコロンブスの卵的な。うんうん、まあ、考えるみたいなことですかね。常識だと思って無意識にやってることっていっぱいあるじゃないですか。それって本当に意味があるのかどうかみたいなところですよね。みんな常識だと思ってこう紐を一生懸命ほどこうとしてたけど。あ、そうなんです。あ、そうか。ではその登録者数1000人、うんうんうん、再生時間4000時間、うんうん、常識だと思ってるじゃないですか、うんうん、YouTuber は、うんうんうん、嘘かもしれない。嘘っていうかまあ広告収入が入るようになる今の僕たちの300人ぐらいの状態だと、はい、まあ、どんだけやっても広告収入は一切入らないじゃないですか。はい、それが1000人になれば広告収入が入るようになってくるっていう第一段階ですよね。もうでなんかちま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 こうやって今ほどこうとしてるわけですよね。これってもしかしたら、うん、もしかしたら壮大な無駄なのかもしれないですね。1000人目指すってことが、そう、壮大な無駄なのか、うん、そのコツ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 なのか、うん、どっちなんでしょうね。広告収入をもらうことが目的、これ何が目的でしたっけ。まあ、例えば広告収入をもらうことが目的だとすると、はい、その規則を作っているのは YouTube なんで、はい、YouTube のその常識は守らなきゃいけない。そうですね。1000人と4000時間は達成しないと絶対入ってこないわけじゃないですか、はい、なので目標の一つはそこにはなるかなって。ただその1000人達成したところでそんな大した収入ではないと思うんですよねって言いますよね。うんうん、まあ、やっとスタートラインに立ったぐらいですよきっと。これ何が目的でしたっけ。なので1000人は少なくとも目的じゃないですよね。まあ、なんか遠い目的の第一段階のステップぐらいにはあるかもしれないですけど。いや
子供にもたまに聞かれるんですよ、うんうん、なんで動画やってんの答えづらいですね。そういう心理をついてくるんですね、うんうんうん、でいや今はとりあえず1000人だとでなんか、うん、自分のように、うんうん、自分に言い聞かせるように言ってるんですけど、うんうん、これは今果たして、うん、ちまちまとね、うん、1000人子供が遊んでっていうのを振り切って来てるわけですけども、うんうん、これは今何のためにやってるんだというのはちょっと考えた方がいいかもしれないですね、うんうん、かといって断ち切ることはできないんですけどでもその例えばその紐をほどく、はい、戦車が柱につながれてる、はい、その紐をほどく、はい、で多分目的があったと思うんですよ、戦車が動くようにするみたいな、はい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 、でそのためにこの紐をほどけみたいな感じでみんな一生懸命やってるみたいな、そんなの来た方が早いよねみたいなさっていう発想じゃないですか、はいはいはい、そうすればまあ戦車動かせるよみたいなっていうことであれば切るのは正解ですよね。って言うとやっぱり今、うん、目的をなく今、うん、目的を忘れてしまった、うん、初期の頃の、まあでもそもそも初期の頃からこんな感じですそんなにそうなんですけどね、うん、まあなのでなんかそのこういったものを多くの人に広げていきたいみたいなはいはい、のを目的にした方がいいのかもしれないですね。お笑い芸人とかは何が目的なんですか、ね、うん、承認欲求じゃないですかあの人たちはこれもあの人たちもお金、お金ですよね多分、うんうんうん、で冠番組持てばお金がたくさんもらえると思ってやってるわけですよね、うんうんうん、その前に笑顔にしたいとかっていうのもあるわけですかね。あるんじゃないですか、みんなを笑顔にしたいみたいな、ありそうですけどね、あない人もいっぱいそうですけどでこれも それでいいんですかね、我々も、うん、笑顔なのか、あそんなアイデアがあったんやなのか、そう、あいいこと知ったなのか、いいこと知ったか、なるほど、うん、まあでもこの紹介されてるものを紹介していけばいいことじゃないですかまああの、うん、黒字を読んでいくのは、うん、確かに、うんうん、セミナー一本分の気づきはありますけど、うん、なのでこういいことですよ、情報量が違うってコメントがしてくれた人がいたんで、この間うちの動画に、ああなるほどあれを僕疑ってますけどね、何を疑うことがあるんですかそんなはずがねえだろういやそれを知り合いでもない人がわざわざ打ち込んでこないですよ、もう愛してます本当にありがとうございますよもう、はい、っていう、なので、まあ、そう感じてくれてる人が一人でもいれば役には立ってるわけじゃないですか、あっていう人はまあ、うん、あの世界中で 1% でもいればね、 1% 世界中の 1% はすごい、すごい数ですよね、うん、はい、なのでなんかあのなんかね、あの世の中の超お金持ちがいるわけじゃないですか、はい、ビル・ゲイツとか、はい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 、あの人ってもう何もしなくても将来安泰で生きていけるわけですよ、はいはい、なのになんで仕事をしてるかっていうと、お人の人の役に立ちたいからって、あ、そうで、うん、あ、そうなんですよね、うん、で要は幸せかどうか、うんうん、で、うん、今幸せですか、うん、って聞かれたら幸せですか、うん、幸せですかって聞かれたらまあ幸せですですよ、そうで私も、うん、要は別に国公立の大学行ってない、うん、大きな企業勤めてない、うん、けど幸せですかって聞かれると、うん、まあ、うん、悪くないと、うん、あの、うん、全然、うん、幸せでしたって死ねると、うん、だとするとまあ子供たちも、うん、命題生きないきなって僕は言うんですけど、うん、あ別に言ってなくてもまあ幸せって感じられる人になるように、うん、で考えるのもこれ他者の課題ですかね、他者、まあ、その方がどう、あの多分アドラー的に幸せっていうのは何か何でしたっけ、なんとか共感何でしたっけ、まあ忘れましたけど、まあ、要はあの人々の役に立つことだみたいな、ありましたっけ、うん、はい、確かあったと思うんです、はい、でこう役に立てる存在になることが
こう自分が幸せだと感じられること。なるほど。なのでこうすっごい大金持ちでももう別にそこでさらに稼がなくてもいいわけじゃないですか。もうその人多分いらないでしょうね。そんなにそんなお金なんでもうもう捨てるほどあるぐらいの人も一生懸命こう稼ごうとする、はい、で別にそれは稼ごうとしてるっていうよりはもういろんなものを出してこう人々にこう幸せを提供するんだみたいな思いになるみたいなことを何かで見たことあるんですよね。はいはいはい、はい、ああいう大金持ちの人、はい、確かに、うん、でそれがないからこう幸せと感じられないみたいな。すごいお金を持ってても人を騙してこう稼ぐ人いるじゃないですか、はい、そういう人たちは結局こう幸せを感じられない。お金がいっぱいあってもだからその、うん、それをお金を目的にしている。お金を目的にしてるし、はい、お金を目的にしてると幸せを感じられない、はいはい、で本当に幸せを感じられるのは人々を幸せに人々の役に立ってるみたいなことを実感できると多分幸せだって感じられるみたいな。なんかあの、うん、石橋貴明さんのタカチャンネルズで、うんうんうん、ラブミードゥさんっていう占い師のところに行くみたいな動画ってご覧になりました？うん、見てないです。あそれがな、うん、の時になんかその、うんラブミードゥさんっていう人が言ってたのは、うん、いや幸せっていうのはこういう波動だ、うん、波動っていうか、うん、波になっていて、うん、いい時と悪い時っていうのは必ずあるみたいな話をして、うん、で石橋貴明さんもあそれ秋元金一さんも言ってたみたいな、うん、だからその一番嫌な時っていうのは幸せの始まる瞬間だよみたいなことを言っていました、うんうん、でもこれ誰の動画を見たのかなあ違うで、うん、あのまたこれ動画つながりで、うん、MB さんっていう、うんうん、あのファッションアドバイザーで、うん、とてもホリエモンさんとかにも、うんうん、あの得ている方が言っていたのがあの幸せ、うん、要は母親がいて、うん、その僕は母親に、うん、とても母親に幸せになってほしいと思って、うんうん、いろんなことをしてあげたけど、うんうんうん、そういったことでは幸せを感じてもらえなくて、うんうん、あのただ息子が楽しそうにやってるのを見て、うんうんうん、っていう状態が一番幸せだったみたいな話をしているのを見たときに、うんうん、そっかと、うん、その人に託すこともできるんだって思ったんですね。これ話が違いますかね。託すというか、あれはその、うん、幸せを、うん、あこれ話が全然違うかもしれない。要は、うん、あの今これ子供が大事な話になってきた。うん、いや僕が幸せじゃなくても、うん、幸せをリレーすることができる。うん、まあでもあのその話でいくと。はいはい。別にこう子供に何かしてもらわなくても子供たちが勝手に幸せになってくれれば私は幸せ、 幸せだよ、うん、そうそれで要はその幸せのリレーって素敵だなって思ったんです、うんうん、子供別に何もしてない、うん、けどそれ見てるだけで幸せになれる、うん、だから幸せになってもらいたいってことですよね。子供が幸せになれば私も幸せあっていうリレーが続けば、うん幸せじゃんって、うん、それってでもこう子供が不幸そうにしてたら私も不幸って話ですよね。か、うん、そうですね、うん、逆にこうなんか助けなきゃっていうこれは、うん、ちょっと強い酒が欲しいですね。そうまとまりませんでした。まとまりません。まとまるかと思ったら。うん、なので、まあうちのっていうかこう M8 招待の話でいくと、はい、やっぱりこう役に立ちたい誰かのね。誰かの役に立てばいいなと思ってこう発信できるといいのかなっていう。うん、そうですね、うん。おこがましいですけどね。でまあいいでそういう性格なんでね。うんまあ、そこはしょうがないですしょうがないですよね。、うんまあ、でもそういうとこじゃないですか。でこれを見て大したことねえなって言ってくる人がいるかもしれないですけど、それはまああなたの課題です。あなたの課題です。それは、うんうん、という、はいうん、だから我々はこれ口喧嘩強いですね。
それはあなたの課題。あなたの課題です、それは。うん、僕の課題ではありませんって。なので、自分たちは自分たちがこれをすれば役に立つだろうっていうものを発信し続けていけばいいってことじゃないですか。それによって嫌われるかもしれないけど嫌われる勇気を持つっていうことですね、はい、で、まあ、嫌われるっていうのは、まあ、相手の課題、そうですね、こっちの課題ではない、頑張りましょうっていうお話に20分見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。